俳優の段田安則が27日、都内で行われた2023年の演劇界の成果を検証する第31回読売演劇大賞贈賞式にプレゼンターとして出席した。昨年に最優秀男優賞を受賞し、今年はプレゼンターを務めた。壇上でスピーチした昨年は、読売新聞のトップが居並ぶ中で、阪神タイガースのファンであることをアピールして笑わせたが、今年の段田も小ネタを仕込んでいた。今年、最優秀男優賞を受賞した山西敦氏へ向けて、山西さんとは、京阪電車に乗って、淀の競馬場のところを通ったり、京都出身トークを展開したかと思えば、配布された歴代の受賞者が掲載されている、調査紙を取り出すと、受賞しますと、ここに名前が載るじゃないですか。あの、第1回目からの名人上手の、その名前の中に自分の名前が、こんなに嬉しいことございませんと呼びかけ、私ももうやめた方がいいんじゃないのと思った時はこれをですね、夜中にすっと見て、ここに俺の名前がある。ムフフと思っております。ぜひ山西さんも自信がない時は、と笑わせながら、冗談はさておき、ぜひ今度は舞台を一緒にやりたいです。おめでとうございましたと、祝福と共演する日を夢見ながら軽快な漫談を締めくくっていた。読売演劇大賞は、演劇文化の振興のために1992年に創設。選考委員のノミネート、投票委員の投票という2段階を経て、作品、男優、女優、演出家、スタッフの5部門の年間最優秀賞を決定する。このほか、新人を顕彰する杉村春子賞や、長年の功績や優れた企画を顕彰する芸術栄誉賞が設けられている。